皆さんこんにちは。横浜国立大学25卒就活生の斉藤あかりです。今日は私の就活報告動画ということで、例えばグループディスカッションとか1日密着とか内定登竜門っていう面接の動画とかいろいろ出させていただいていて、そこでもちょこちょこお話ししているんですけれども、私の最終的な就活の報告についてこちらの動画でさせていただけたらなと思っています。就活の最終的な結果なんですけれども、結果的には4社から内定をいただきました。で、内訳としては1社が大手企業で、残りの3社がベンチャー企業というような少し規模が小さめな会社から内定をいただきました。でですね、私が志望しているのがコンサルティング業界っていう業界で、結構その早めに選考が始まっていたので、内定をいただいた4社中3社がインターン経由というところで、早めにインターンを受けて早めに結果が出たっていうような状況になっています。で、実際に内定をいただいた4社のうち、まあ、2社3社ぐらいはコンサルティングっていうようなお仕事が入っている職種から内定をいただきました。で、そのうちの4社のうちの1社、大手企業に私は就職しようと考えていて、配属ももう決まっているというところです。ちなみになんですけど、全部インターン選考、インターン経由って言ったんですけれども、私が3年生の春頃から受けたインターン企業の数を数えてみたら、ワンデーを含めておそらく11、2社ほどサマーだったり早期選考のインターンに対面オンラインで参加していたことが分かりました。で、ここから早期選考の優遇をいただいたりということで、本選考に進んだ企業が何社かあるというような感じです。就活を始めた時期が、そもそも本格的に始めたのが3年生の春頃からなんですけど、順を追って説明すると、まず3年生の春頃から、まあ、自己分析っていうようなところを始めて、あとはウェブテストの対策ってところ、基本的なところを3年生の春からしていました。で、大体早期インターンシップだと、もう4月5月ぐらいからエントリーシートの提出が始まって、面接も受け始めていたと思います。その例えばまあ5、6月頃からその早期のインターンが始まって、なんだったら6月とか7月前半にももうすでに本当に早期のインターンシップに実際に参加していました。で、それと並行で6、7月は9月ぐらいにあるサマーインターンシップに向けて企業分析だったり選考対策っていうことをしていました。で、8月9月あたりにもう怒涛の毎週何か複数デイのインターンシップが入ってるっていうような状態でインターンシップを受けていって、10月とか11月ぐらいに内定の連絡をいただけるっていうような全体感です。今私就活をほとんど終えている状態で、就職しようと思っている企業も第一志望企業群っていう中でうまくマッチしたっていう状況にあります。で、これがどこがマッチしたのかっていうと、まずはやりたいことができる、これはその組織人事領域だったりとか、あとはコンサルティングっていうような自分がずっと志していたことができるっていうところが一つ挙げられます。これがどうしてマッチしたかっていうと、ちょっとガクチカが例に挙げられるかなと思っています。私のガクチカは他の動画でも言っているように、アルバイトでの、まあ、労働環境の改善って言ったらちょっと大げさかもしれないんですけれども、そういった働き方についてのガクチカを話しています。で、実はこのガクチカってそんなに強くないんですね。でもこれで私は、要は皆さんが想像するような大手のコンサルタントのエントリーシートは落ちたことないですし、面接もそのまま通っていきました。結局は結果に至るまでどうして自分がそう思ったのかだったり、あとはそれが将来自分のやりたいこととどうつながるのかっていうところだったり、自分の個性だったり自分の内側がきちんと反映されているようなガクチカだったっていうのが一番重要視されるのではないかなというふうに思っています。あとはコンサルティング業界に限るかもしれないんですけれども、まあ、結果よりはそれの話し方、自分のことを端的に表せているっていうところが、まあ、ガクチカっていうような結果じゃなくって、ガクチカをツールとして測られていたのかなっていうふうに思います。ただ一方で、私このガクチカで落とされたこともあって、それはなぜ何かっていうと、結構ベンチャー企業のいろんな事業を展開していますっていうようなところではフィードバックで、ちょっと斉藤さんのガクチカは他の人に比べて視座が低いですって言われたこともあります。
他の方は海外で何かやったり、もっと大きな団体でやったりしているので、もっと視座が高い方がいいかもしれませんっていうようなフィードバックもいただいたことが1社か2社あります。ただそれは普通に素直に受け止めて、あ、確かに視座が低かったと思うんですけれども、自分がやりたいことは視座の高さっていうよりかは、身の回りの人を助けられるような人になりたいなと思ったので、そういった自分としては弱いと思ってるガクチカでも受け入れてくれるような企業っていうところで、一つマッチ度が測れたのではないかなと思います。先ほどそのガクチカのところで何を測られていたかで、端的に話せたとこが評価されたっていうお話したんですけど、これ結構いろんな方から評価をいただいています。なぜできたかって言われると、もともとできてたが半分と、成長したっていうのが半分だと思っています。もともとできてたっていうのは、昔から人前で話すのがすごく好きで、まあ、例えば演劇部やったりとかっていうこともしてたので、もともと人前で喋るっていうことには耐性があったり、面接とかもすごく好きなので、そういったところで基本基礎があったんだと思います。ただそれだけで今まで来れたかっていうと全くそうではなくって、面接で話すのはやっぱり経験場慣れだと思っています。インターンシップとか各専攻を通して、相手が聞きたいことと自分が話していることがきちんとマッチしているように、かつそれを、まあ、結論ファーストとかよく言うと思うんですけど、端的にハキハキ分かりやすく喋ろうっていうのは、いろんなところで意識するようにはなりました。なので全然今話すのが苦手って思ってる方でも、やっぱり経験していくごとに、あ、自分はこういうとこで緊張するんだとか、こういう内容を話したけどうまく噛み合わなかったなって思うようなこともあると思うので、そういったことが自分自身の端的な話し方のスキルの強化につながるんじゃないかなと思いますし、私もそれで強くなったなと思います。で、すいません、話が前後してしまったんですけれども、私がその希望の企業を見つけられた理由が、自分のやりたいこととかしたいことがマッチしているっていうとこと、あとはもう一つ社風ですね。コンサルティング業界って結構、まあ、いろんな人が言うんですけど、やってることはあんま変わんないよって社員さんが言っていて、重要なのは社風とか人という話を聞きます。私も社風ってところをすごく大事にしたいなと思って、社員訪問だったりインターンの選考中の懇親会、あとは面接の逆質問ってところでしっかり聞くようにしました。で、私の場合、今就職しようと思ってる企業が結構知り合いの方が働いていたり、前職だったよっていう方が多かったりしたので、そこできちんとリアルな声を聞くっていうのを重要視しました。今働いてる方って内側からお話ししてくださるので、正直私たち学生なので、いいところを言おうって思ってらっしゃる方もいると思うんですよね。なので、例えばちょっと一歩離れた第三者、さっき言ったような前職だったとか、一緒にお仕事したことがあるっていうような一歩離れた視点の方からお話聞くっていうのもすごく大事にしていて、内部の人と反内部の人みたいなところから、自分が求めてる社風だったり、自分と合うような文化っていうところをチェックするのが、いろんな企業でやっていました。私そこでマッチ度見ていたかなというふうに思います。この2つで今の内定先で就職しようというふうに思いました。私が就活全般でやってよかったな、やらなくてよかったなに入ると思うんですけど、一人でやってよかったなって思います。私は周りに早期の子がいなかったっていうのもありますし、あとはサークルとかに属しておらず、上下のコミュニティっていうのもあんまりいなかったので、もう一人でやらざるを得ないっていうような状況でした。その中でやっぱり他の人の就職活動の状況とかを聞くと、うわー、自分まだ進んでないよって思っちゃうような、要は焦燥感みたいに駆られてしまった可能性があるんじゃないかなと思っていて、そうなるとやっぱり何をやってもダメなんだっていうような負のスパイラルに陥ってしまう可能性が自分にはあったので、割と一人でやってよかったなと思います。これは本当に人によると思うんですが、私みたいに焦っちゃう人だったり、コミュニティとのつながりが強くないって方は、一人でもできなくはないってことは分かってほしいです。
私なんかいろんな動画で最強就活生みたいなこと言われてるんですけれども、まあ、皆さんお察しの通りそんなにすごくないです。てか就活においてすごいすごくないってあんまりないと思っているんですが、めちゃくちゃ内定取ってますというわけでもありません。例えばその他の大手コンサル企業は私最終落ちが 2,3 社あります。そのうちの1社は結構志望度が高かったかつ最初の最終面接だったので、落ちて連絡をもらった時は物心ついてから初めてレベルで悔しくて号泣しました。もともとショックなことがあったら結構引きずるタイプで、 2,3 日はその企業名が頭の中ずっとぐるぐる回ってましたね。でもその中で どうやって持ち直せたかっていうと、まあお風呂に入って泣きながら、あれ私なんでこんなに泣いてるんだろうって考えたんですね。でこれ私が分析した結果によると、やっぱりその企業のネームバリュー、ここに受かったよって言いたかったっていう気持ちが心の奥底の奥底にはあるんだなっていうことを気づいてしまいました。でも冷静に考えてみると、そのネームバリューのすごいみんなが知ってるような企業じゃなくても、私のやりたいことはできるなっていう風に結論付けたんですね。あとはその最後の社風とかマッチ度っていうところなんですけど、結局最後の最終面接ってスキルじゃなくって、その人と働きたいかっていうような人柄だったり雰囲気を見られてるんですね。要はもうその企業で何年も働いてる方からして、私とお話ししてみて、あ、この子は他のところでも活躍できるなとか、他のところの方がうまくいくかもしれないって思っていただいたってことは、やっぱり自分はその企業に合わなかったんだな、その職場の人が言うんだったら間違いないなっていうように、まあ踏ん切りをつけられたというか、納得感を持って私はこの企業に就職しなくてもいいんだっていうふうに思いました。会社の規模とかネームバリューとか、あとは何社受かったとかじゃなくって、結局働くのは自分なんで、会ってなかったら自分が苦しむじゃないですか。そこを少しでも減らしながら、一社でも中小企業でもベンチャー企業でも、とにかく自分が気持ちよく働ける会社っていうのを見つけられて、それに納得感を持てたら成功なんじゃないかなって思います。で、私がここまでの1年以上かけた就職活動で学んだことは2つあります。1つは自分のことがすごく知れて楽しかったなっていうことです。こう言うとめちゃくちゃ、うわ変な人だって思うかもしれないですけど、就職活動を通して自分がすごく好きになれたなと思います。それは自己分析とか、こういう企業にときめくなっていうような感情っていうところで、自分がこういうの好きなんだ、こういうの嫌いなんだ、こういうことがしたいんだってことがすごく分かりました。あとは他社からのフィードバックで、斉藤さんってこういう人だよねって言われた時に、あ、やっぱりそう思うっていうようなことだったり、え、そんなこと思われるんだっていうような発見とか納得感っていうのがあって、徐々に自分という自分が明確になっていくっていうような気持ちがありました。で、自分のことがすごく知れて、そういう自分をこれからも大切にしていきたいし、変えるとこは変えたいなっていう風に思いました。二つ目は、もうとにかくいろんな人に会えたのがすごく楽しかったです。学生さんはもちろん企業の方にも会える。これってやっぱりこの就職活動中だけの特権なんじゃないかなと思っています。なかなか大人になったら他の企業の方の情報とかも聞けないでしょうし、学生さんとの出会いも少なくなってくると思うので、これが就職活動やってよかったし、自分の学びになった2点だなと思います。ここまで長々と喋ってしまいましたが、一つでも皆さんの参考になれば幸いです。途中でも言ったと思うんですけど、就職活動すごいとか順風満帆とか、まあ、そういうことじゃなくって、結局は自分が行きたい企業とかやりたいことが見つかって、それに満足納得感を持って終えられることが一番だと思っています。もちろん就職活動してみて、あ、自分就職向いてないかもなって思う人もいると思いますし、まあ、ちょっと関係ないかもしれないんですけど、私はそういうキャリアの多様性っていうのがもっと需要されて、それが当たり前になるような社会を作っていきたいと思っている側の人間なので、本当に十人十色の就職活動があると思います。で、自分は他の人より劣ってるなとか、自分ちょっと就職活動やばいかもって思うこと自体は大切かもしれないんですけど、それは果たして本当に全部ダメなことなのか、その中でも
自分が納得できるような行動とか考え方が絶対あると思うので、そういうのを大切にして臨んでいくのが一番じゃないかなというふうに思います。以上で25卒斉藤あかりの就活報告動画終わります。それでは皆さん、じゃあな。ここで旬ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに無双した人形ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしいイエスを送るだけだから簡単。概要欄からチェックしてみてね。